ザウバー C16 は、ザウバーが1997年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。開発責任者はレオレス。1997年の開幕戦から最終戦まで使用された。2年間使用したフォードのワークスエンジンゼテック・アールの使用権がスチュワートに移ることになり、新たにフェラーリと契約を結んでカスタマーエンジニューザーとなった。 フェラーリが前年使用した T ポレ A46-1 エンジンの供給を受け、スポンサーのペトロナスのバッジネームを付けて、ペトロナススプ -01 と呼称した。合わせてフェラーリから後藤ムが派遣され、エンジンのチューニングを担当することになった。フェラーリエンジンの搭載は2006年に BMW がチームを買収するまで続けられた。ドライバーは、 チーム2年目となるジョニー・ハーバートに加えてエンジン供給の関係からフェラーリのテストドライバーであったラリーニがセカンドシートを獲得した。しかしながらラリーニは5 0を持って解雇されジャンにモルビデリが代わってドライブする。モルビデリもシーズン中2度の骨折を追い、その間はテストドライバーでフォーミュラ日本に参戦中のノルベルト・フォンタナが代わってドライブした。 三名ともエースドライバーのハーバートを上回る成績を残すことはできなかった。いくつかの期待に対して C16 はシーズン当初競争力を発揮したが、シーズンが進むにつれて潤沢な資金を持つライバルたちに比べて開発が進まず、その戦闘力は低下していった。ハーバートはハンガリーで3位に入賞したが、これは本家のフェラーリ2台を打ち破ってのものであった。この年、 チームはコンストラクターズ7位でシーズンを終えた。獲得した16ポイントのうち15ポイントがハーバートによるものであった。ありがとうございます。